はい、皆さんこんにちは。フラワーディスシーです、まあ、よくね、フラワーアレンジメントセンスがいいとかかっこいいとかかわいいとかって言われるじゃないですか。あれってお花の使い方で言われることってほとんどないです。ほとんどはこの葉っぱとか枝物とかの使い方で大体のこうアウトラインの大まかなものができますから、それで言われることが多いです。では今日はこの谷渡りを、まあ、センスよくいける方法を皆さんに教えます。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。こういうね、口の広い器って結構皆さん持ってると思うんですけど、まあフローラルフォームを入れちゃえばまあ簡単に止まりますけど、フローラルフォームがない場合もあります。そういう時にまあこの谷渡りを1枚こう丸めていくんですけれども、まあこう長かったら下の方は切っちゃいましょう。まあこういうふうに切りますね。そしたらこのように谷渡りを丸めていきます。これ簡単なんですよ、本当に。こう丸めていって、まあ、ある程度小さく丸めていってこの中に落とし込みますね。で、その時にこの刃先ですね、刃先をこう中に入れるのかそれともこう出すのかによってちょっと印象が変わります。ここ問題、ここポイントです。で、まあ、これをね、あと斜めにするのかこうまっすぐ入れ込むのかによっても随分印象変わりますね。で、今回僕はこの赤バラを用意しましたんで、赤バラをここに1輪刺していくんですけれども、まあ、それためには少しこう刃先を出した方がかっこいいと思うんで刃先を出していきます。はい、そしたらこう赤バラを入れるんですけど、このね、葉っぱがある時ってやっぱこの赤バラの葉っぱが邪魔になることが多いんです。で、今回は葉っぱ全部取りました。で、うんとこう短くして配置します。はい、こちらで完成です。ちょっともっと近づいてよく見てみますね。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。なかなか1枚と1本でこんだけ素敵に仕上がります。またこう広口の花瓶の時にはこの留め方はものすごくこう簡単に刃物で留まります。花がね、それでいておしゃれに見えますね。まあ、こういうちょっとしたワンポイントアドバイスも、まあ、Nフラワーのリーフテクニックです。ではまた次回お会いしましょう。じゃあ。